まあね、これね、最初に言ったようにね、梅雨には溜まるよりも出た方がいいですよ、ね。溜まっちゃうと一般状態が落ちちゃうから。それからあと B の薬ですけどね、今ヒドコクシブっていう非ステロイドの消炎鎮痛剤を飲んでもらってるんですけど、ちょっとステロイドに変えさせてもらいます。で、薬体あるか。A は一緒です。フルコ溶けたらもう B 変える。B 変える。プレ。変えます。5ミリワンタブです、はい、ごめんなさい、5ミリワンタブ、ごめんなさい、2タブです、5ミリ2タブで、はい、で、もうとにかくさ、少しでもさ、生活の質を高めるためにということで薬を出してるわけなんですけど、B の薬は一滴で2日に1回にします。2日に1回、はい、で、入るのはプレドニゾロン、プレドニゾロン、ステロイド性の消炎鎮痛剤。今まではステロイドじゃないタイプの消炎鎮痛剤だったんですけど、だからこっちの方がステロイドの方が炎症される際は強いです。で、なおかつ抗使用効果があります。ハムスさんにはさ、なんていうの、抗がん剤はちょっと使えないんですけど、ワンちゃんとか一部の猫ちゃん、まあワンちゃんの全てじゃないんだけど、一部のがんの子、抗がん剤使えるんですよね。特にリンパ系のがん、その時にはいろんな抗がん剤使うんですけど、それと合わせて必ずこのプレドニゾロン使ってます。やっぱり腫瘍効果、腫瘍を抑える働きは結構あるんです。で、それで、あと腫瘍を抑える働きがあって、痛みを抑える働きがあって、いい作用ね、すごい。ご飯よく食べる。それからお水よく飲む。あ、そちらのケースに移しましょうか。出たかっちゃった。水をたくさん飲めばおしっこもたくさん出ます、はい。まあ、この辺は出てほしい作用です、はい。で、副作用って言うじゃないですか、はい、ステロイドで副作用のこともちょっとお話ししておきます、はい。一つは感染に対して弱い。感染、はい、例えば風邪ひきやすいとか、膀胱炎になりやすいとか、はい。で、まあ、A の薬には抗生物質が入ってるから、その感染に対して弱いのを予防するという意味で絵が入ってます。あと毎日ね、毎日2週間以上、はい、飲むと、これ長期投与になるわけなんですけど、毎日2週間以上というのは長期投与になる。こうなるといろんな副作用が出てきます。例えば長期投与すると皮膚が薄くなる、それからステロイド性の過呼吸、呼吸が荒くなっちゃったりすることもあります。それからあと転換神経症状が出るというのがなるな。だけどこれをですね、毎日じゃなくて私2日に1回って2日に1回にしますと、この長期投与の副作用はほとんど出ません。だからもう出るの分かってるから、もう最初から2日に1回にしとってるんですよ。これが B です。でこれは一滴を2日に1回で、だからさっきの健康チェック表をちょっともう一回見させてもらっていいですか。 A は前と一緒ですからね。で、あ、そうか、カットもないんだ。だから9月、こう薬を匂いとオロですね、今日18かどっちも出てましたよね。で、オロがちょっと赤いと。で、あと A の薬と B の薬、今日はもう飲んでます、A の薬。あ、A は飲んでます。ここに書いてあったね。
で B の薬は今日飲んでるんですね。A だけ飲む、 B は夜なの。 B は夜、 OK、 じゃあ今日の夜から B 飲ませてくださいね。で明日は B 休みで、また偶数日に飲んで、奇数日はお休みにしてくださいね。B の夜で、夜でいいです。夜だから今日の夜から飲ませてください、うん、B の薬はね。で、A の薬はもうまた昼間も飲んでもらっていいですかね、うん、で、よく振って、うん、で、この袋にちょっと入れておきますからね、うん、じゃあこれは続き、皆さん続きで使ってください、うん、まあ、地球の塩で一番多いのは地球系が、やっぱハムスターもそうですね。地球系がの確率が高いから、まあ、地球そのもの、系がんって出口の方ですけどね、地球そのものもというのもあるかもしれない、ある場合もありますけどね。先生がまだその、はい、ひまわりとか、はいはい、ナッツとか、そうそう、食べてくれれば食べた方がいいですね。ナッツ、ひまわりあんまり食べないの。ナッツはナッツっていうか、そういう種子、種子系のそのミックスされたものを出す、毎日出してるんですけど、口には入れて巣には持って帰るけど、毎日巣の中掃除するんですけど、巣には持ってますね。あんまり食べてない、決まってて食べたいものがそばの実とかそういうのが好きなんですけど、それは食べてるけど、ひまわりはもう全然ほとんど食べない。でも一応殻は割ります。あれ自分で割って中の種を一応も口に入れて、ほぼほぼ部屋に出して置いてあります。自分で種ついてるものを全部持ち帰って、巣の中で食べる、はい、まあそこはね、大抵の子好きなんだけどね。でも好きじゃない、この子は口には入れるんですけど、うん、食べてる感じ好きではないんだね。殻があんまりない、たまに食べてますけど、ほぼそんなに大喜びで食べないんだ。ナッツもそうですよ。食べるものもあるんですけど、やっぱ全然もう味もつけないので、まあじゃあ一応でも食べれる範囲ではあげた方がいい。あとタンパク質は、ね、まあ、豆腐とかなんか食べる。豆腐とか、はい、本物の普通の豆腐も食べますよ。あ、普通の豆腐もちょっとだけあげると、結構喜んでたり。とにかく、ま、最初の話だと思うんだけど、炭水化物は塩に影響になりやすいんですよね、はい、といって炭水化物がないものってないんですけれど、うん、まあでもやっぱペレットはバランスよく入ってるから、炭水化物も入ってるんだけど、やっぱり多少は取らなきゃいけないからさ。でそれ以外にはちょっとタンパク質とか脂肪をちょっと強化してあげた方がいいかなとは思うんですけどね。謎だって、脂肪分の多くてさ、この子たちが食べれそうなものってどうなんだろう。そんな肉が食べんでしょ。ささみは食べますよ。ささみは前も確か見てもらった時かな、チキンペーストって言って、ペースト状になってるものが出て、はい、それでもちょっと今週なくて買え、本物のセサミは食べない、やったことない、やったことない。本物のセサミじゃなくても、鶏肉で、普通の鶏肉でもいいんだけど、味がついてないところを、少し 1g ぐらいほぐして一回試しにやってみてください。食べたらやって、他の肉、牛でも豚でもちゃんと炒めるか湯がくかしてあれば、 1g か 2g やってもいいですよ。この辺でもどうだろうね、食べると案外分かりません。食べればちょっと脂っぽいものも少しだけ取り出すんですよね。あとこの子は全然食べないんですけど、はい、1日に1回、はい、外に出すんです、ケージの外に出たいっていうので、はい、散歩でなんですけど、普通に出しちゃっても、はい、いいですよ。だから血がすごく大丈夫だ。うん、まあ出たからっていう、部屋にいても出るときは出るでしょうから、うん、まあ部屋出す前に一回ちょっと全部拭いておいてあげて、それで出して、うん、まああまり汚れですね、困る
あれだったらちょっとペットシート引いて、それが抜けなきゃなんですけど、ペットシートかじって食べたら困るんで、握ってもらって、そういうところにやってあげたらどうでしょうね。普通の紙でもいい、新聞紙とか、新聞紙なんてあんまり最近使わないかもしれないけど、新聞紙とかコピー用紙とか、キッチンペーパーとか、そういうのを広げて、出してあげるのは悪くないと思います。適度に運動した方が、ね、筋肉も落ちてきた人も困るんでね。症状を落ち着かせるくらいで、そういうことか、そういうことか、確かにそうですね。あの QOL を高めてやるために、生活の質を高めてあげるためのお薬です。治す薬ではなくやってるのはね、まあでもね、多いですよ。またあんまりたくさん出るときはちょっと、前も私見たんだっけ、見たよね、あのときは白血球と細胞が出てると思うんだけど、今日はそんなに白血球の声もなかった、まあ、赤血球もないし、ほとんど 細胞、それも、なんかちょっと悪性腫瘍っぽいな食品が出るような感じでしたね。すみません、それでお薬変治るお薬があればもちろんお出ししたいんだけど、まあ今のところちょっと症状をね和らげてあげるようなお薬しかないんで、それを飲ませながら観察してくださいね。それであと、もしそうやってやっても少しで食欲が落ちてくることがあるんですよ。そうなってきたらちょっと流動食作って栄養補助のやり方も教えますから、そういうのもちょっと今ベレットをやっぱり量があんまり食べなくなって、だから、ふやかして、少しだけあげて、これは食べてるんですよ。これはもう全部、あと野菜は出されたものは全部食べる。まあ、ふやかしたやつ、あの傷みやすいんでね、そこだけ気をつけてもらえれば、ふやかしたやつやってもらっても全然いいんですよ。で、流動食で結局そういう感じのものなんですよ。そういうのを粉にして、ふやかして、それで、まあ、それをお皿に乗せだけで食べる子はいいんだけど、それも食べない子はちょっと口から少しずつ薬飲ませるみたいな感じで飲ませてあげる。処方もやっぱりちょっと処方みたいな。そう、寿司肉を食べてくれるからね。まあそこは食べれる範囲で、ね、やってください。ひまわりそんなに好きじゃないんだよ、ナッツも。ひまわりが好きってた子はひまわりがすごい好き。大抵の子はね、大喜びでめっちゃ食べるんだけどね。うちにはマサキに入れるんですけど、近いって何も食べてない。何でも出されたものは口には絶対入れても、近いけど食べたくないものは絶対食べるっていう。とりあえず口には入れてくれるわけ。口には入れてくれるわかりました。まあでもちょっとそこはでもまあとはいうものの一応置いておいてくださいね。はい、少し量を増やして、ちょっとあと本物のお豆腐とかちょっとお肉も少しだけやってみてください。わかりました。肉はなかなか食べないと思うんですけどね。そっちこそあんまり食べない。でもお豆腐は案外食べる子多いんですよ。お豆腐結構なんか喜んで食べてる。あとはチキンペーストのその市販で出てるものは喜んでた、それもやってもらっていいと思いますよね。はい、じゃあ薬ね、お願いしますね。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、すいません。